はい、どうも、くがにでございます。本日は9月の22日泣き人ハーリーにやってまいりました。早速なんですけども、くがにの出番が近づいております。何チームぐらい出てるの、泣き人ハーリー？これ50何チーム50何チーム、あ、じゃあ名古屋に比べたら 半分以下。あ、出番がやってまいりました。泣き人ハーリーはね、やっぱホームなんで頑張っていきたいと思います。今回はこれ予選っすかね。予選タイムレースね。あー、上位何チームがあれなんだろう、トーナメント。予選突破がないと準決勝決勝って言い方してたから。あー、ちょっと今回はレンタルしてこの大きいオールがあるので期待大です。後ろにこいです。後ろに。バックオーライ。こうやってる。あっち側は、空間側は、スカスさんに合わせて。オッケー。こっち側は、カズキさんに合わせて。オッケー。え、掛け声は掛け声。でも声も出してほしい。ミッチーじゃあお願い。なんて？1、2、3、4、1、2、3、4でいこう。うん、オッケーオッケー。よっしゃ、活動。え、早っ。早えな。1位赤、超おもろいじゃん。チーム大城鮮魚店2分4秒60。2位赤、クラブ香港2分8秒87。3位、黄色、クガニハーリーポッターズ2分23秒67。2分23。お疲れ様です。イエーイ。イエーイ。上位に食い込んでます。赤、ガザー、ガザーの皆さんは前髪で優勝。壊れてた今日。まだ飲んだけや。決勝出る気なし。はい。協力者らに。待望エンジニアリングさん。名護ですよ。名護。ありがとうございます。いろんな仲間が増えて引き締まる思いと楽しさでいっぱいです。おっさんチームやったりますとコメントいただきました。さあ、最終ターンに入ったのが黄色工学生の正解です。ということで、行っていたいと思います。少し遅れて青のチーム信じないハーリング準決勝進出のチームが読み上げられてます。
ガガーリン、キャンクルー、滝浜、バンキン、以上のチームの、代表者の方は本部席まで速やかにお越しください。よろしくお願いします。残念でした。それでは会場の皆様にもお知らせいたします。12時から3ということで、5番には下から5番目ぐらいですね。さあ男子決勝です。黄色の絵入れて、黄色の絵、風が強い。決勝は 600m、 予選の2倍です。結果はどっちなんでしょうかね。届きました。発表したいと思います。一般男子決勝3分21秒42、優勝は高額酒税納税隊です。優勝は赤高額酒税納税隊、おめでとうございます。惜しかったな。クガニは下から5番目ぐらいでした。多分下から5番目ぐらい。下から5番目多分。タイム見たらめっちゃ悪いやん。宣伝アピール的にはめっちゃ良かった。それが大事だから。いやいや、いい報告できます。出ることに意義が。そうそうですね。順番なんて関係ねえんだよ。名前がいいね。来年シャンパン準備しようで。じゃあ浴びましょう。君とみんなおいでよ、くがに。